だから今年で55年ですな、ウルトラ。そのディノゾールと要は俺が個人的に戦うところ、うん、でだからこの前に俺は人生初の要は飛行機が突っ込んで一人だけ飛び出るやんか。だからこの時に俺人生初釣り、落下傘のところ、ね、そうそうそう、パラシュートのところです。だから人生初釣り、人生初ナパ、うん、1話目からやってるけど釣りもう僕釣り1話目もクソも一回もないんで。本当になかったな。ないです、ないです。釣りは一回もないです。お立ち台とか、お立ち台って何ですか。だって最終回でお立ち台に立たせたわけです。お立ち台って何。いや、まあ、釣らずに行こう、単に立たってるだけの。いや、それはでも何回かやったけど、うん、トランポリンとかもやったし。俺釣りが3回ぐらい、2、3回ある、ね、俺は。釣りと川に流されるはなかった。ウサギを救出するよ、はい、俺以外のメンバーで、はい、その時監督、シュンジが動物アレルギーって知ってるんですか。撮影時に知ってたかどうかはちょっと思い出せない。いや、なんかね、違う、あのマネージャーも慌てた記憶があるね、俺うん、やばいみたいな。うん、やばい。え、俺動物アレルギーですよ。言って、うん、毎回マネージャー忘れるんですよ、動物アレルギーの存在を。存在を、うん、で、この時俺薬なしで行ったんですよ。そうだったの。そうそうそう、薬なしで行ってまさか抱っこするなんて思わなかった。台本にそこまで書いてなかったから、うん、おい監督と思ったわけ。あそこでそう、抱っこは聞いてないし、俺動物アレルギーで、できるだけこう横でこう息をして吸わないよう吸わないようまあまあ、そのさ、ウサギのシーンで要はまあ俺以外のメンバーが初めて揃うわけじゃない、うん、まあ5人揃うわけでしょ。そこでこう監督の中でこうなんていうんですか、大変やったってなんかないんですか。ここはもう大慌てでみんなでこうウサギをっていうことと、あとまあその後ね、ドカーンがあるんだけど、はいはいはい、アクション的なことがね、はい、CG も絡むっていう、そういうのは、まあ、ある種こうアクションであってキャラクターをどう描くかとか、うん、役者どう動かすかとかっていうのはそういうほど重きはなかったりするんで、そこはなかったね。むしろそういう話 で重いのはどちらかというと2話なんだよね。へぇ、一人一人ほらスカウトして、あ、はいはいはい、あ、この人はこういう人なんだっていうのが分かるのは2話だったりする、うん、一番最初の変身、君のこの変身ポーズって、うん、監督は関わってるんですか。変身ポーズはね、基本的に僕が考えました。え、アクション監督って立石、はい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 、立石さんが考えたわけじゃないんですか。今一緒になんだけれども、はい、基本的にはこういうイメージでっていうのはあって、はい、で、まあ、なんかこうこう回してね、最後こう手を上げて、うん、で重心を低く落としてそこから伸び上がるようにガッとなってるんだみたいなところが明確にあって。へえ、そうなんや。で、まあ、ここを振りかぶったりとか、うんうん、で、その立石の人と一緒に話すと、まあ、彼やってくれるわけで、じゃあ、ここ、一斉に体動かして、ね、ここはどうですかって言って、あ、じゃあ、そこに行こうとか。へえ。あ、結構ね、早かった。なんだろう、すぐできましたよ。結構イメージを持ってたんで。監督がこれ、作ったってしてたっけ。じゃあ。俺とこの時ずっと思ってた。だから映画から入ってるから、うん、要はあのウルトラマンとかセブンとかの編集を見てきてるわけよ俺は、撮影で、うんうんうん、もうずっと俺この変身ポーズになって、俺40年後無理やろってずっと思ったこんな動くのみんなね、こうだったりとかこうだったりとかするわけじゃん。まあな、無理やろってずっと思ってた俺40周年後。いや、その時はさ40年後やる気満々だった。やる気満々でしょ。じゃあまだまだできる？まあ、いろいろとノルマがあるんですけどノルマしかない。いや、でもこの時はね、当時はすごい思った、うん、まあ、ちょっとアクション入ってる、ね、そう、40年後俺できんのかな、これ、うん、と思って腰がな、うん、確かに、もうちょっと簡単にしてくれないと無理ちゃうってずっと思ってたこの変身アイテムというかさ、うん、メイビウスブレス、うん、は
これも監督、いやこれはもうねおもちゃ屋さん、うん、まあだと思うけどね、デザインとかね、あとここはくるくる回るっていう設定とか、ね、うん、でもそのくるくる回るような変身ポーズは監督が決めるんですよね。まあそれがこう出てきてね、まあ、左に出すか右に出すかこっちで任されてたかもしれないけど、こうくるくる回るって言われちゃったら回さざるを得ない、回すしかないと。だから最初にこう一点ビューンとこう回してこうぐるぐるぐるって回るっていう、まあそういうギミックになったけど、でもメビウスぐらいじゃない、こんななんか変身ポーズが大変なの。だってガイアとかさ、コスモスとかさ、そのメビウス語はよう知らんけど、そうね、派手な変身ポーズ、一人めっちゃ動かなあかんやつ、もう角度とかもう無理やもんなるほどね。へえ。でも角度はめっちゃこだわってたのは覚えてる、監督が。カメラマンのやつもしかして。あ、そうかも、映画のカメラマン。そうですね、お恐ろしい高橋壮さん。もしかしたらね、なんかすごいやった記憶がある。へえ、角度、そうなんや。そう、こう出して この角度、うん、足とか、そうそうそう、そのなんていうか股の割り方っていうね、中心のされたことね、めっちゃやった記憶がある。へえ、それだったか。そうなんや。で、だからあれよな、一発目の変身のところは同じナパームゾーンでやってるわけですよ。うん、そうそう、うん。幼稚園からこっち飛んできてね。そう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 。で、まあ最後のね、その怪獣とメビウスとの戦いのシーンでですよ。え、これは俺、最初からその、言われるんですか、やっぱ。ビルを盾にしてたから、それは言っとこうみたいな感じですか、監督。ビルを盾にしやがってっていうのは、台本になかった。いや、ありましたよ。こっちはそれを取るだけだったかな。あと特撮さんがやってって話で。え、でも監督って特撮もやってますでしょ。これ特撮さん別方がやってない。この時は。この時も。も。うん、え、じゃあ特撮チームの A って、うん、順番的にはどうなんですか。同時並行で特撮さんやってた、ね、別スタジオで。ケースバイケースなんだけど。1話の時まだ特撮、1話の時は、ね、特撮動いてなかった。台本持ってろ。これあの当時の第1話めっちゃ書き込まれてる、うん、自分の回だけ持ってたんだけどさ、なんかそれでもオルトマンクはあ、ビルを縦にしたら多分書いてる、うん、あるんですよ、あるんですよ。だからそれはだから、その、まあ、赤星さんが書くわけじゃないですか。はい。その時って多分、その、思ってたからそれを書いたってことですかね。いや、思ってたって何？いや、ウルトラマンはビルを縦にして戦ってるとか、街を壊すとか。あの、戦い方を知らない新人キャラ、新人ウルトラマンで、まあ、怪獣さえやっつければいいんでしょう、的なことだけ思ってた。っていうウルトラマン。うん、だから怪獣やっつけたからこうこうやっよしって思ってたけど、俺がどうなるっていう、こうふっと見ると周りはすごい大惨事になっててその戦い方はなんだ。でも歴代のウルトラマンもマジボコボコにしてるじゃないですか。大体そうだっけ。大体してません。そんなにしてないんじゃないですか。大体東京タワー潰れてません。東京タワーは分かんないけど、まあ確かに やらかしちゃってるウルトラマンもたくさんいるんだけど、うん、まあそれにしても目に余るなっていうね。まあでもそれに関してはもう太郎が、なんで。いや、太郎が共感だから、ね、あ、教えてこなかったから、ね、そう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 、なるほどね。あ、それは太郎の責任だって、メビウスの責任はないと思う。あ、なるほど。怪獣倒せば多少ビルを壊してもやむなしってこう。確かに光の国ってあんまり建物なかったもんね。ないやろ。なんか映画で撮ったのもそうなんだけど、うん、で、そのじゃあその変身ポーズは、まあ、監督が決めるじゃないですか、うん、メビウスの必殺技っていうのは誰が決めるんですか。それはね、多分原口さんだったと思いますよ。その一話に出る必殺技に関してはね、まあ、その後の必殺技は分かんないけど、まあそれは、まあでも大体こうスペシウム光線の12かこう L 字かみたいなもんでしょ、うん、光線に関しては。はいはい。それをどうチョイスしたか
多分原田さんだと思うけどな。で、なんで監督1話目だけあのキラキラ登場したのか。ベイビーズ。あれも原口さんの、うん。あ、そっちなんや。あ、あそこの、あの間でしょ。上からとか、あのキラ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 ってなって、うん、ドーンと上から出る。特撮パートも。あそこはもう特撮パートそうそう。あ、あんなに間を取るとは思わなかったけどね。でしょ、うん、まあでも、いい間だと思いますけど。うん。でも1話ってね、俺もほら、連続ものの1話の監督やるのってこれ初めてだったんだけど、まして本編で特撮と2つ分かれるでしょ、うん、これはね、やっぱね、初めて経験する苦労がね、やっぱあって、お要はね、尺がすごい多かったのよ。どっちの？いや、2つ合わせてね。ああああで当然テレビだから尺はもう 何分何秒まで決まってるので、ね、なかなか入り込まなくて、それを最終的にでも放送のためにちゃんとついつまわせなきゃいけないでしょ、うん、でそこはねやっぱりすごい大変な思いをして、この1話に対してはね、うん、そっか、つなげるのが要は特撮チームから上がってきたやつを監督がつなげるんですか、うん、そこはね僕と原口さんと両方演出入って、うんでまあ、編集の人もいてね、作り方の人もいて、うんでまあ、とりあえずお互い撮ったものを見せ合うようなところがあるわけですよ、うんうん、で台本に沿って、まあ、並べるとこうなりますよ、うん、でその時点で尺がまあそこそこ OK だったら、あじゃああとつまんで、はい、一丁上がりって話なんだけど、うん、1話に関しては、まあ、2話もそうだったんだけど、こんな増えちゃってそんな撮ってたっけ。そうそうそう、いやでも覚えてないだけでそうだと思うんで、だから大変だと思うもん。え、ぶっちゃけその1話30分番組じゃないですか、うん、1話編集すんのってどれぐらい時間かかるもんなんですか、その CG とか全部込み込みでもうオンエアできる状態にするまで。1話っていうのは一番最初のさ主題歌も映像とかも含まれちゃうから、うん、相当長いんだよね、はいはいはい、でその変身ポーズのバンクも1話で編集しなきゃいけないし、一応この1年はないけど戦闘機の発進シーケンスとかっていうのもつなげなきゃいけなくなったりするとすごく増えるんだけど、この1話はねどのくらいなのかな、編集の1から10まで全部に立ち会ってるわけではないから分かんないんだけど、結構かかってたと思うよこれは。週単位日数で言ったらね、10日とか下手したら2週ぐらいかかったのかもね。へぇ、そうなんや。なんかあれ、ビルの屋上で一人でね、はい、行ってもらって。どうやって撮りましたっけ。いや、向かいのビルの屋上からこっち狙ってんだけど。ですよね、今やったらドローンとかあるけど、その頃ないですもんね。いや、まあ今でも同じような撮り方すると思うんだけど、俺はこっち側にいちゃってるわけじゃない。うんうんうん、あ本番の時はね。はい、テストの時はその他のビルに行って横に行って、ああまあこんな感じであんな感じでこう叫んで、ああでこう涙をこうポトポト流してほしいって言った記憶があるんだよね。全然覚えてない。ないで全然涙出てなかった。最初こう遠くのロングの向かいのビルからも撮って、うん、叫びとか一通り撮って、でカメラ持ってまたそっち側に行ってアップを撮ってっていうことだったけど。まあそこの泣きの芝居っていうのは、あなんかすごくいい感じで撮れたなっていうふうに忠実した気持ちになりまして、ああざっす。あの日がさ、誕生日じゃなかった。えいや、そんなわけない。違う違う、そんなわけないから、ごめんごめん。今8月なので前年とか、なんか、ね、チョコレートもらったような気がする。俺からですか。中学から監督にチョコレート意味がわかる。なんかね、なんかの土産ですって言ってよくしてください感が出てて、何のワインあ、これハワイ土産とかで定番の、あマカデミアンナッツ的なやつですね。的なのなんか、へぇ、12月ぐらいだね、1話ってね。うん、うん、確か12月、そんな遅くなかった、うん、そんな早くなかった。12月ぐらいじゃないかな、年明けてた。日付が書いてる、あ、書いてる書いてる、やっぱり12月だよ。12月なんや、うん、そんな前から撮ってたっけ。12
やつ、あの高台は12月21日って俺どこ行ったんだろうその時知りません、まあ、というわけでですね、まあ佐野監督シリーズ3本になるのか4本になるのか分かりませんが、とりあえず1本目終了でございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いつも思うけどさ、唐突やろもうちょっと何かあった方がいい。ちゃうねんもう全然オーラーしてから絶対やめた方がいいそれ。